ワンダースクールの皆さん、こんにちは。オンラインプログラミングスクールテックアカデミーの樋口貴弘です。前回の授業ではプログラミング的思考という考え方の大切さをお話ししました。今回は実際にプログラミング的思考の考え方を体験してもらい、それが皆さんの生活にどう関係しているのかを一緒に考えてみましょう。では早速やってみましょう。この図と同じものを一筆で書いてみてください。制限時間は20秒です。それではスタート。皆さん、できましたか？それでは、正解の一例を紹介します。ここで大切なことは、皆さんの頭の中で何を考えていたのかということです。どういうことか、先生の頭の中を覗いてみましょう。私は出題された時、目的を達成するための方法を考えました。まずは上の三角形の部分から書く方法を考えて試してみました。ところがこの方法ではどうやってもうまくいきませんでした。そこで私は別の方法を考えました。次は下の四角形から書くという方法です。この方法を実践してみると、ちゃんと一筆で図を書くことができました。他にも4つの異なる図形の集合体と考えて、それぞれ図形を書いていく方法もあります。また外側と内側の線という考え方で書いていく方法もあります。ここで伝えたいのは、目的を達成するための方法は複数あって、それらを選択してどう解決に導いていくかということがとても大切なんです。この考え方は前回の授業の中で紹介した冷蔵庫に与えられていた指示書と似ています。目的を達成するために方法を考えて解決に導きました。今回の問題にチャレンジした皆さんも無意識にこのような流れで考えていたと思います。この考え方がプログラミング的思考なんです。実は普段の生活の中でもこのプログラミング的思考は繰り返し使われています。例えば遠足のおやつ300円分を買う場合です。300円分のおやつを買うという目的があるとき、どんなものを買うか、どこで買うか、どうやっていくかなど、いろいろと考えると思います。このように目的を達成するにあたり、さまざまな順序や方法を考えるのもプログラミング的思考です。この考え方は日常生活や仕事の場面でも役に立ってきます。それは次の授業で紹介していきます。